はい、こんにちは、スレトルトと申します。キャサリンフルボディ実況プレイ引き続きやっていきたいと思います。悩める男というかね、女性に恨まれた男が、夢の中で落とされる、まあ、地獄のような場所をヴィンセントは登り続けております。そして前回、とうとう浮気をしてしまいまして、起きたらなぜか金髪の女の子がなぜかいたというところですね。キャサリンって、キャサリン、これそんなんでって話だよな。これなんでいいんだ、昨日は一人で帰ってきたはず。これおかしな、いろいろおかしなことが起きてるよね。いや俺今なんつった、キャサリン、キャサリン、あ、ごめん、てかいいよ、でもちょっと照れるかも。照れる、私のこと名前で呼んでくれるの初めてでしょ。はい、ちょっと待った俺もね、ネタバレというか、まあ、さすがに覚えてるところもありますので、このパートまで言わなかったですが、この子もキャサリンって名前なんだよね。主人公の彼女もキャサリン、そしてこの子もキャサリンということで、このゲームのタイトルはキャサリン。やっていきましょう。名前、これまさかだよね。キャサリン、これはやだね。なーに、ヴィンセント、彼女と浮気相手が同じ名前ってね。てかマジかよねえ、もしかして怒ってる？お、いきなり押しかけちゃったし。やっぱなんかそういう感じで来てるんだ。押しかけた、怒ってるっつか、ドア鍵閉めてなかったの？ヴィンセント、私に会いたいかな。このゲームは健全なスイッチのゲームです。その、おいテレビ邪魔だぞ、モニター。我慢できなかったから来ちゃったの。モニター邪魔だぞ。うわあ。昨日すごい。山ちゃん名演技。あれ？私あんなことするの？初めてだった。ヴィンセント何したの？つうか俺なんかしたっけ？言わせんの？これも声優さんシステム最高ですね。これもう15週ぐらいできるわけでしょ。あのさ、君はなんで俺に？確かに。気に入ったからねえ。つーめつ。ヴィンセントは私のことどう思ってんの？いやーでも、いや厄介ですねこれは。おい、そんなこと言っちゃダメだろ。自分の欲望のままの存在というかね、あと声も選べてるわけだし。いや、なんていうか、ヴィンセント、羨ましいっつうか、自分の好きなように生きてますって感じがいい意味で。何それ、別に普通のことじゃん。ねえ、ヴィンセントも好きなようにしていいんだよ。その代わり、うわうわうわ、怖い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 、そっちもそうなっちゃうのかよみたいなね。俺君に言わなきゃいけないこと、言え、ここ言わなきゃもう取り返しつかない。違う、やべえ、この視点怖い、この視点怖いよ。ああ、もう俺もうコントローラー離しちゃう。ああこの視点怖い。ああ、なんかが、ああ来ないんかい、もう一人のキャサリン来んのかなと思っちゃったわ。ガチャっていうさ、鍵を開けるガチャって音、もう死ね隠れてる。お昼ですね。あのさ、あ、このここを見られるとまずいってことだな。似合うと思ってんのこれ？なんかどっちの女性も怖く感じるな。ふざけてないね、ちゃんと聞いてよね、大事な話なんだから。あ、なんか怒ってるよ。ごめん、なんか怒ってますよ。かなり遅れてんの今月。あら、え、あら、できたかもにゃーって。これまたさ、またこう追い詰めてというかね。怖い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 。ごめん、やばい、もうゼクハラが止まんない。ゼクハラという、まあ自分も思い当たる節があるのが悪いんだけどね。これもでも本当はできてないけど、鎌かけて様子見てる可能性もあるよな。そうだぞ。しかし今の状況は良くない。はっきり言ってよ。もちろん嬉しいけど。けど。やめてやめて。
優しくしてあげて、彼は今限界なんだ。ならよかった。ああよかった、間違えてなかった、言葉選び。正直ちょっと不安だったんだよね。あんたって何考えてるかたまに分かんないから。そんなことねえって。そりゃびっくりはしたけどさ。修羅場が始まりすぎてる。まだ分かんないっつうか。ああそういうのも言わんほうがええよ。ん、まあね、そういうこと言わんほうがええよ。みんなそう、みんなそう言ってそうだしな。いいわよ出ても。あ、うん、もしもし。あ、ひー、私。ひー、どうもお世話になってます。何それ、やめて。目がもうシャシになってるよ。近くまで来てんだけど、これから会わない。会わない。その件につきましてはちょっと難しいというか。だいぶ難しいですね。無理ってこと？今どこ？あー、修羅場が主の羅の場だ。あー、なんで番号知ってんだ。すぐに切らねえとあれは閉まりちまうよ。もう切ろう切ろう。あれ、もしもし、もしもし。うわ拍手してる場合なのかとは思うけど。恐ろしいね。ちょっとマスクとグラサンしてたんだ。ああ怖い、暗くなっちゃった。え、いや仕事の電話、あのバグがどうこう言ってたけど切れちゃった。で会社電波入りにくいんだよね。まあ大した問題じゃなさそうだから。そうじゃなくて携帯、何勝手に書いてんの。ええ、携帯、あこれ先週欲しいのがやっと出たから。前のだって書いてからそんなに経ってないでしょ。お金的なやつだ。あれだってまだまだ使えたのに。それにあんた堅実だね。この前パソコンも変えたでしょ。ほんと無駄遣いばっかして。あ、うん、やばいやばいやばい。これからはそういうの気をつけてもらわないとさ。言ってる意味わかるよね。はい、わかります。ごめん。まあ仕事を頑張ってんならいいんだけどさ、私は育休とか取んなきゃいけないかもしれない。わあ、昨日とはさらに。そうだよね、昨日に比べて状況もさらに悪くなってるな。仕事は続ける気でいるから、家事は分担になるからちゃんとできるようにしといてよ。いや怖い怖い怖い、追い詰められてる。今後は厳しいかな。ああ、うん、それからもう遠く聞こえなくなってってるよ、頭の中が。外の雑音の方がむしろ聞こえてきちゃってるな。目が。貯金もしっかりしなきゃダメだと思うの。セーラムやめてやってくれ。夜の飲みとかも控えてよね、安くないんだから。毎日行ってるよこいつ。あと銀行口座は全部私が管理するし。ちょっと、怖い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 。トイレ行こう、トイレ一回、トイレ行こうか。この声まさか。一回トイレ行こう、一回聞いてんの。一回トイレ行こう。怖い怖い怖い、そういうことやめて。あ、俺お腹痛いから。そうそう、トイレ行ってくんね。もうもう弦の理で。ちょっとあんたさっきから変じゃない。お腹痛いから変なんだよ。いや全然変じゃねえって。本当やばい、これもう別に喫煙席でもいいか。やばい、喫煙席ってこっちじゃん。ここって喫煙席。え、うん、タバコ吸ってるもんな。あ、そうだった、もうタバコはやめてね、お腹の子に悪いから。それよりトイレ。やばいやばいやばい。親に空いてる人か聞いとくから。追い詰め方がえぐいな。それにしてもいやもうね、全て正しいこと言ってると思うし、その通りだとは思うんだけど、ちょっと詰め方がちょっとねえぐすぎるよね。うん、間違っちゃないんだけど。たく死ぬかと思った。そんなことそこまで言われるとね。え、家だよねこれ。いるか。ああそうか、隣の家に住んでんだもんね。パーマン、パーマンみたいないる。ここは知らないですね俺も。リンが何者か分かんないからな。だってピアノ弾いてましたよね、向こうの世界で。あーピアノある。こんなんどうやって持ち込んだんだよ。どんだけ金持ちなんだこれ。どう入ったのあのピアノ。え、倒れてる、寝てる。なんかおしゃれだな。物が散らか、物がいっぱいあるのにおしゃれってすごいよな。おはようございます。あー痛いやつ。こんなとこで寝てるから。あ、ちょっと疲れてそのまま寝
れちゃったみたいで、うん、その手のやつ邪魔じゃない？そういえば昨夜のヴィンセントさんすごかったですね。昨夜覚えてないからね。声聞こえてた。記憶ないからな。どっちも記憶ないの悲しいな。ヴィンセント、そんなことないっていうか、いやそもそも記憶ないし。覚えてないんですか？いやなんつうか最近物忘れが激しくてさ。ヴィンセントずっと大変だな。にしてもリン、この部屋どうしたんだ？すごいね。何か変ですか？どこで拾ってきたんだ？いやなんつうか独特、あれとかどうしたんだ？何あれ？あれですか夜になるとピカピカして綺麗なんですよ。あれ、あの金ちゃんの仮装大賞の鼻歌歌うと動くんですよ。落ち込んだ時とかずっと見てるんです、うん、いやなんかいらないな別に。でも落ち込んだならこっちの世界だとピアノ下手だもんね。これはピアノ弾く元気がない時用です。見てるだけで元気をもらえる自慢のコレクションなんですよ。そんなお金あんの？記憶喪失だけどなんか物はあんのかな。シリアルのおまけだった羊忍者消しゴム集めてたっけ。また羊。ガラクタみたいなもんでも誰かにとって意味がありゃそれでいいんだよな。セーラームーンのステッキみたいなのある。俺のコレクションはゴミだって親に捨てられちまったけど。ひどい。そうだったんですか。大事かどうかを決めるのは自分だと思うんだけどな。あのホットケーキのクッションいいな。じゃあ代わりにあのてっぺんが光るのあげますね。え？いや気持ちだけもらっとくよ。いりません。そうですか。元気を分けてあげたかったのに。リンって変わってんな。なんか独特だけど純粋で気が抜けるっていうか。そうやって女をどんどん落としていくんだな。お前の人だな。ヴィンセントさんはこれまでどんな人に会ってきたんですか？ちょっとねしっかりした女性と。男としてもっと現実見ろとか大人になれとかやたらこうしろああしろって価値観を押し付けてくる人が多かったな。言ってんなお前。その方が変わってますよ。ヴィンセントさんのことを勝手に決めるなんて誰にもできない、ね、わあ、ちょっと優しいことを言ってくれる。まあある意味こうなんだろうな、逃げたくなる女性だね。第三のキャサリン。エリカからも連絡できないと困るって言われてたろ。え、携帯を？俺が使ってた古い携帯、使い方わかるか？え、電波通ってんの？この頃 Wi-Fi とかないんじゃないの？あんのかな？パカ式の頃。これをこうやってな、ここをこうして面倒見いいね。登録できたか？俺のところにメール送ってみろよ。あれ何？お、届いた。ん？ You got the mail。 キャサリン。え？スペルとかはよくわかんないんですけど。怖っ。この名前だけは覚えてたんです。お前もキャサリン。俺が聞いたのはリンってとこだけだったのか。お前もキャサリン。君もキャサリンなのか。3人のキャサリン、やば。この子もキャサリンなんだ、やっぱり。リンの方が呼びやすいからな。これからもそう呼ばせてもらうぜ。怖いな。3人のキャサリン、皆さん誰を選びますか？ちょっとこれな、本当にこれなんだろうな、精神的に来るね。いやなんか別なんだろう、こいつが悪いは悪いのよ、もちろん。喫茶店ってあそこだろ。まあね、いろいろ言いたいとこあるな。信じらんねえな。普通見つかるぞ。つうか、彼女妊娠したんすか？一日で変わりましたね。そうなると終わっちまったな。終わってねえよ。ていうかまだ決まってわけじゃないから。で彼女に何て言ったんだよ。本当に俺の子なのとか。ちゃんと嬉しいって言ったよ。どう見ても嬉しくなさそうだな、こりゃ。なんつうか俺には荷が重いっていうか。みんなそう思うからな、そりゃ。いよいよ結婚確定か、おめでとうさん。ここんながらと初めてだな。神さんの機嫌取る日々の始まりだぜ。深夜は外出禁止、酒もタバコもギャンブルもダメ。週末は休みの日じゃなくて子供の面倒を見る日だな。どんどん追い詰めていきます。なんか聞いてるだけでしんどいっすね。こら、あんたたち、そういうこと言わないの。エリカさん、よかったじゃん、ね。明るい家庭を築いていけるって、うん、とっても幸せな話じゃない。いや、ね、嫌な方向
ばっかり見てるけど、幸せなことでもあるからね。今まで縁がなかったっていうか、だからこそいいんじゃない？ま、お前んとこだけじゃねえよ。なあ、関係ないだろ、昔の家のことなんてさ。ところでヴィンセント、前話してたおかしな夢ってどんな夢なんだ？興味あるんですか？聞いてやるよ。おかしな夢？急になんだよ。つってもよく覚えてないんだ。こいつもなんだよ、気になるってことはってことですよね。とにかく怖えんだ。うん、うん、ありがちだな。疲れる夢ってあるわよね。なんか誰か話しかけてきたな。っていうかさ、あれ店長いたの？ああ、うん、この人だったか。皆さんご存知でしょうか。しょうか。寝る前に羊が一匹、羊が二匹って数えますが、なんで羊なのかって。はいはい、シープとスリープでしょ。あ、そうなんだ。すいません。シープとスリープなんだ。ラムコーク追加ね。そんな冷たくすんなって。昔はやりたい放題だった噂の店長。なんないわよ。浮気なんてしてるから変な夢とか見て。やめろ、言うな言うな言うな。分かってんだけどさ。キャサリンいないだろうな。妊娠してるかもしれないんでしょ。めっちゃ聞いてる。なこと言われなくても分かってんの。浮気はオスのサガですもんね。ラブコーク持ってきた。はい、お待ち遠さま。黙っておいてけよ。これからどうなるかだな。ま、今のうちに楽しんどけよ。まあ、さあ今日もフェザーコールが場内を包みます。誰？エテロギウスは早くも誰？女子プロレスラー？あの二人昔付き合ってたんだってよ。え、フェザーとベテルギウス？え、そんな。今時同性のカップルなんて珍しくもないでしょ。そういうことじゃないっすよ。好きなんすか？女の子同士でくっついたら俺の恋愛対象が二人も減っちゃうじゃないっすか。いや、いるだろ、お前絶対にモテるだろ、お前。可能性の話っす。絶対モテるだろ、お前。こういう後輩キャラ人気あるだろ。同性の恋人ってあり？わざわざ呼びつけてまで聞くことかよ。恋愛する相手の性別ってそんなに大事なんですか？今の時代だね。まあ、好きって気持ちさえあれば相手が何であってもなんかワンチャン、このリンって子も男なんじゃないかみたいな。どうなんだろうな、はい、あるなんか一時男の子みたいな流行った時代あったじゃん。その時フルボディ発売されたからさ、ありそうね。トビーつーか、俺は女の子が好きなんです。ヴィンセントさんもそうっすよね。あ、まあそりゃそうだろ。恋人も女だしな、しかも2人。3人になりそうです。たく、あんたたちって。うわ、いやこれマジでどうなっちゃうんだろうねこれ。すげえわこれ。もうなんか前回まではまだ割と気楽に見れてたなって思いますけど、ちょっとやっぱ子供が生まれたかも。座って人と話した時だけ少しずつ経過する。子供が生まれたかもしれないっていうのと、もう向こう側も浮気を許さないみたいなね、なんか同じ立場になっちゃったみたいなね。キャサリン同士もまあなんかこう同じ立場になったっていうのもなんかこうね、もうヴィンセントが悪いんだろうけどさ。店内の顔ぶれや話す内容が徐々に変わるので、うん、夜の中には悩みを持ったお客さん、なお玄関のドアからいつでも自宅へ帰ることができるぞ。了解っす。まあある意味ここにいる友達たちが心のオアシスみたいなとこあるよね。こいつらはまあ話を聞いてくれるというかね、まあ都合のいいとこに逃げてるだけな感じもするけどね。ちょっと話聞いてみようか、ジョニー。出会うか出会わないか、恋なんてそんなもんだろうな。かっけえな。お前らだって同窓会で再会してなきゃ付き合ってなかったんだろ。キャサリンな、人生ってタイミングだよな。いや本当そう思うわ。人生設計とかするだけ無駄だろ。何かがちょっと変わっただけでね。未来とは全然違うしさ。いやさすがに俺も全然違うな。こんなことになってるとは思わんからな。本当だよな。そうだよな。ああ自分じゃどうしようもないことばっかりだ。あれ説教じじいが失いのか。俺だって人生に迷える子羊だよ。なんかジョニーはうまくやってるように見えてな。
浮気2回目って完全迷子だな。そもそも浮気とか似合わねえんだよ。俺だって信じらんねえよ。せめてな、あれが、まあ言えば金髪キャサリンが出てこなければまだなんともね、まあ、流されるままでもいいじゃないですか。うん、初めはそんなものかもしれないから、うん、まあ普通にねキャサリンと、うん、結婚してねでいいと思うけど、ま、誰がどんな恋愛しようが自由っちゃ自由だが、お前はチェックメイトってわけか。長く付き合ってきたし潮時じゃね。いや子供とかめでたいっすね。お祝いに今日もパーッと行きましょう。まだ決まってねえって、かもって言ってたし。かもにしたってよっぽど確定してなきゃ言わねえよ。男としてそんなもんかもな。とんだろ、分かってるけど。おお、分かってるよ。青が多分あれだね、彼女のキャサリンだね。俺なんか早く結婚したいのに。なんならうちの親に会って結婚した頃の話とか聞いてみます。てめえは帰っていちご牛乳でも飲んで寝ろ。ああ、またそういうこと言う。こいつかわいいな。トビー、今時のこの恋愛はどこまでもフリーダムなんですかね。ま、俺はエリカさん一筋ですけど。聞いてねえよ、エリカさんね。一般募集始まんすよね、青函旅行の。ほう、あれなんかこんな話あったかも。予想超えすぎだっつ。今の給料じゃ頭金持ってねえ。そんな君にいい話があるんだがね。500万か5万。お前の儲け話に乗るぐらいなら宝くじ買うよ。おお、みたいな話がこう、一通り聞いたので来てるかな。ああ、凛ちゃんが写真添付っていうのを教えてもらいました。お店が始まる前にエリカさんの服着させてもらったんですよ。似合ってますか。今夜も待ってますから頑張ってくださいね。ちょっと見させてそれ。うわー、これは可愛いね。あららら、これはいいな。変身、意外とイケてるな。何も意外じゃないけどね。今度から着てみたらどうだ。エリカより客に受けるぜ。困ったことがあったら言えよ。おい、オッケー。このメールでさ、このリンちゃんを攻略することってどうなんだろう。あのグラフというかね、あの計りだとさ、リンちゃんと攻略、リンちゃんを攻略するみたいな感じにないけどね。マーサに言おうかしら。言おうかしら。この二人と話す意味。やることがたくさんあったら紙に書いておくのかしら。あ、俺は結構書く派。やることがたくさんあったら覚えておくのかしら。実況したいなって思ったタイトルとか思いついたらメモ帳にね、すっと一応書いといてね。すぐ忘れんだよね。意外と忘れちゃうんだよ。なんかいろいろあるからさ、書いておくよ。おお、堅実なやつはあれだ、右に行くんだな、青に。同じことを言うわね。なんだミスターモーガン。テニスコートでボールを拾ってくれたモーガン大佐か。モーガン、20年前アイスクリームバーで学費を貯めたミスターモーガン。モーガン、バニラが好きなミスターモーガン。誰だよミスターモーガン。メープルシロップを垂らすのお前ら誰なんだよ。ミスターモーガン、いつもピザとビール飲んでんな。このチーズの伸び具合、大砲の時まであと5日ね。あ、何のことだ。あと5日でなんか何かが起きるってことだな。やべえ、これバレんじゃない。これバーに行ってんのバレたらやばいよ。でも出るしかねえよな。もしもし、お前かい。その声わって何よ。あ、そうだ、昼間町のカフェにいなかった。いや、ヴィンセントの家から結構近いとこのさ。いません。いるわけない。いないいない。いるわけない。人違いでしょ。間違いようないけどな。本当？なんかヴィンセントに似た感じの後ろ姿見たような気がしたんだよね。気のせいでしょ。え？後ろ姿ですもん。知らないってあったっけ？うちの近くにカフェなんて。カフェくらい。嘘に嘘を重ねて取り返しのつかないことになるんでしょうね。あ、なんか作ってる。後ってちょっ。うわー、来んの？てか家にいんじゃねえの？もしかして。やだわ、見たくないわ。なんかいや、なんかもうわざとここ戻らんでええねん。なんか嫌なこと起きそうじゃない？
キケさん悩んでるんですか？今日も手がかりなしか。何かを調べてんだな。あ、これ御曹司だ。そのディーラーが死んだっていうのさ。違うな。開始事件ってね。別の人でした。それであなたも怯えているのね。なんか誰かが、あ、ディーラーが死んだ。あれか。あの落ちたのかなその人も。最近店の料理の質が上がったと思わない？たまにまずいやつ出てくるの。お前作ってるだろ。ダメな自覚はあるからいいの。でね。料理下手なんだ。少し前にいいお店を見つけたのよ。ちょっと個性的だけど腕は抜群の料理人がいて、せっかくだからそのお店から一部仕入れるようにしたの。ご飯自体を。温めるだけでオッケー。前までは店長が作ってたんだけど、よく腰やっちゃうから。店で買って、今度は気にして食ってみよう。高く売ってるってことかな。リンちゃんどうですか？結構リンちゃんもありかなと思い出しましたけど。なあ、自分のこと忘れちまって不安だったりしないのか？そういう時もあるかな。うん。でもこうやってピアノを弾いてると記憶喪失でどういう感じなんだろうね。そっか。ならいいんだ。すべて自分がないんだもんな。最近すげえ大事なことを忘れてる気がするんだよ。夢のことね。思い出さなくてもいいことってあるのかもしれませんね。もしかしたら自分も。リン。リンちゃんも何かをね隠してるというか、忘れてるけども何かを隠してる。帰ろうか。あれ、帰るの？帰ります。てか一人で大丈夫？なんか顔色やばそうだよ。疲れてるから。いや、どうだろう。好きな時間に帰れんのも今のうちかもしれないしな。もうちょいここにいるか。あ、そういうことか。そう戻っちゃうんだ。あれ、じゃあね。てか一人で大丈夫？好きな時というかもういけないんじゃないの？今日はもう帰って家で一人で飲み直すよ。そんな毎回そんな飲む必要ある？お酒忘れた方がいいこともあるって。飲まないとやってられないってことか。サンキュー。エリカこそあんま無理すんなよ。お互い若くねえんだからさ。30ぐらいなのかな。嘘嘘、冗談だって。じゃあまたな。まあこういったなんだろう、だるい雰囲気とちょっとこういった、うん、優しいんだけどこういったちょっとね、そういうちょっと意地悪も言えるところがいいんだろうな。いるんじゃないの？またキャサリン。寝タバコやめい。寝タバコやめい。危ないぞ。あ、もう入っちゃう。お、まだ起きてるね。まあ、0時だもんね。寝タバコダメ。今までと同じじゃダメなんかな。さすがにそろそろね、成長というか変わる時だと思いますけど、ヴィンセントさん。あ、でも子供産んでも仕事は続けるけど、家事は問題になるからちゃんとできるようにして。まあ、実際本当にね、子供ができてるかどうか決まってからこういう話してもいいとは思うけどね。ちょっとあまりにも、心の整理をする時間ってのは大事だからね。ヴィンセント鍵閉めとけよ。ロックしとけ。ロック、ロックしたら入ってこないからな。お前絶対次の日朝中なんだから、ロックしとけ。ロック。え、これチャイムじゃない。チャイム、チャイム、チャイム。どっちだ、どっちだ。で、ところ入ってきてるってことだよね多分。さあ、また登り、また登るってことですね。どんどん難しくなっていくからな。さあ、4日目でございます。今夜の舞台は審問法廷。審問法廷。いくら罪を嘆いても、裁きは下される運命。みょん。特に罪を重ねる。今やってる人たちなのかな、これ。オンラインで俺も出てんのかな。さて、4日目でございます。今日の死亡者数はゼロ。思考力が試される。これあれか、このオンラインの死亡者数ってことなんだ。石の連結の特徴を最大限に生かして立ちふさがる壁を越えていこう、うん、なるほど。思考力ね。俺にありあると思いますか皆さん、思考力。どこだよ今んとこ。まあそんなに積むこともなく進めてはいるからいいけど、なんか敵さんがいっぱいいるな。よし、ゲット、よし、ゲット。これはブロックのが、よっしゃ。あ、危ない危ない。あいつなんか刺してきそうじゃね。やだな。邪魔、なんか邪魔なんですけど。やりやがったなじゃねえよ。邪魔だよお前ら。邪魔邪魔邪魔。おら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 。よし、オッケー。
あ、やばいやばい、な、押したんじゃない今押した、いや押しちゃうよこれ操作が違う、今押したんじゃないのよ、邪魔邪魔邪魔、操作をね、誤っちゃうんだよな、邪魔すぎんだろ、おいどけ、ほらもうこうするしかないね、こうでしょ、やばいな、ここいられ、じゃあ作るか、ワイ、はいはい、スペースができたので登れた、オッケー、アイテムは使えるときに使わないとね、よし、オッケー、もうゲットしました、あーもうちょっと押しちゃうのよ、ブロック1個がどんだけ大事だと思ってんの、ヴィンセント、ちゃんと掴んで、いや邪魔だわ、あいつらがいることでだいぶ気を使わなきゃいけない、もう邪魔、もう飲んじゃねえお前、なんか檻落ちてってるし、よしよし、なった、やりがったね、逃げ切ってやる、結構上の方がもう近づいてるってこと、まあえてこのブロックを崩すっていう手もあんのかもな、これほら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 、やべえやべえ、押すんじゃねえ、押す、押したんじゃないのよ、どうしよう、作ろうか、ブロック、こいつでどうだ、ブロック召喚の術、アンドゥすると良いかもしれません、アンドゥ、そうそうそう、こうやってブロックを落としてって、なんかスペースを作るみたいな、スペースというかね、そう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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、一回、あ、チャージルム、もうねえため息だよね今の、いやでもなんか操作がね変な感じになっちゃうのよ、違う違う、こっちが行っちゃった、違う違う、こっち行きたいんじゃない、あるここ、クソ、よし、どうする、クソ、こんなところで登れ、違う違う、登れ、よし、オッケー、どうしても困ったときはアンドゥ、違う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 、かもしれません、はい、何してんの、よし、ゲット、あ、でもとりあえず登れた、とりあえずクリアはいったわあんなミスったのにクリアはいったわ、あー、行きました、いや、なんかこう、うまくいかんな、コントローラーがなんかうまくいってない、ちょっとリアルな話していいですか、プレステコンの方がやりやすいなんか、このゲームに関してはなんかこう、カッカッカッっていっちゃう、いや、でもクリアはできました、なんとか、ちょっとお見苦しいとこお見せしました、おー、あー、ピアノ弾いてくれてる、さっきいなかったね、ポリスメン、こんな夢見るようになっちまうとは、警察も因果な商売だぜ、あなたもなんか、奥さん、覚えていられりゃな、奥さんになんか妬まれてんじゃないの、お前さんの声、なんか聞いたことあるな、どっかで会った、俺のことわかるかい、わかる気がする、あー、バーにいたのかな、羊にわかるかって言われてもだよな、お前さんの余裕っぷり見てると俺も自分のことだけでヒーコラ言ってらんねえな、全然余裕じゃないよ、きっと他の奴らとも話してみるか、さっきのプレイ見てた、クリアはできましたけども結構ヒーヒーでしたよ、ヴィンセントさん、ありがとう、今日も来てくれてよかった、これも覚えてないんだよな、なんとか登ってこれたぜ、昨日励ましてもらったおかげだな、あれ何かしましたっけ、部屋で言ってくれたろ、自分のことを決めつけるなんて誰にもできないって、ある意味優しい甘美な言葉なんだよな、だだけかもって思ってな、だったらやるだけやってやるって吹っ切れたんだ、他の羊たちもみんなまとめて生き残ってみせるぜヴィンセントさんのそういうところ素敵だと思います、あのこれからもそばで応援して、自分にとって一番優しい人間って感じだな、このリンちゃんってのはある意味この修羅場に修羅場への逃避みたいなキャラクターなのかもしれんな、今日を超えればやっと半分か、御曹司真の自由などあるわけないのに何を必死になってるんだろうな僕は、おい、みんな現実で悩んでんだね、まあみんなそうなんだろうけど、こいつはテクニック教えてくれるやつだね、頂上へ着けば真の自由が手に入る、あなたも聞きましたか、
不思議ですね。似たような話を聞いたことがありますよ。何の話？ラプンツェル？男は望みが叶うというナンセンスなおとぎ話ですが。なの出ましょう。おー、3人で話してる。期待する分裏切られた時の落胆でかいっすよ。デマに振り回されて必死とか脱線し、よ、待ってたよ。お、え、俺を恐喝。あんたの登り半端ねえもん。見ててくれた？あの話してんだけど、あんたも加わってかない？俺が間違えて押しちゃってるとこを見ててくれた？でもこんなんいらないっす。いけます。私も頑張れよ。10年前にクリアしたはずなんで、いけます。金ピカ。なあ、モジャ君には何が見えるんだ？モジャ君、追いかけてくる何かというやつ。人それぞれ違うものに追いかけられてんだな。俺のは恋人だったりそうじゃなかったり。そうか。1夜目は彼女のキャサリンで、2日目は多分だけど金髪キャサリンなんだよな。変なことを言ったね。忘れてくれ。取り戻してやる。はい、とりあえずセーブしたので、また懺悔というか、俺の全てが赤裸々に分かっちゃいますね。面白そうな子羊さん。ピアノ弾きとも仲良くやって満足かい？ギリギリの質問やめてよ。果たしてあんたたちの味方なのかな。やっぱ人の考え方って人それぞれだからさ、俺の返答が合わない人もいんのよ絶対。まるで羊たちを監視しているみたいじゃないか。適当言ってんじゃねえぞ。本当だよ、リンちゃんそんなやつじゃねえぞ。あんたの自由さ、天使だからな、リンちゃんはきっと。聞こうか。うん。可能性への第5問です。はい。他人からどう思われているか気になりますか？これな、難しいよな。なんかね、間だわ単純に。まあ、気になるっちゃもちろん気になるし、ちょっとでも気になるで上ね、気になるって言うんだったらもちろんこっちになっちゃうよね。みんな気にしてない人なんていないわけですよ。ただ言うたって関係ないっていう思いが割と俺はある方だとは思うのよ。結局まあ自分が、まあなんだろうな、自分のねやりたいことやるというか、自分の意思を貫いてればいいといえばいいとは思うんだけども、まあかといってね、やっぱなんか他の人からずれすぎたくはないっていうのがあるので、これはもうちょっとこっち側にみんな行くんじゃない？もちろん気になるっていう風になると思うけどな、これは。そっちか。なるほど。少しずつ分かってきた。これは世論はさすがに分かれんじゃ、分かれるというか。ここは4階層目だ。4階層目。ここをもし越えられたら、いよいよ中間地点を過ぎることになる。やっとかよ。毎晩毎晩。1週間眠れなかったらしんどいな。そう。仕方ないさ。これは罰なんだ。罰。でも少し同情するよ。あんたをここに落とした奴は。今でもそ知らぬ顔であんたに接している。影ではほくそ笑みながらね。ほくそ笑みながら何が言いたい。あれ、これわからんな。さあそろそろ行くよ。俺結末覚えてないかも。結局誰なんかどういう感じになったか覚えてんだけど、その後どうなったみたいなさ。でも誰が結局落としたかと、ほくそ笑んでるやつがいたりとかあったかな。うわ、なんか音楽怖いな。さあここが楽しいんだよな。関係ない方が多いの？他人からどう思われてるか、俺の予想とは違いすぎる。で、ちょっとこれエルアロスとさ、男女比が見れんのよ。男の人は、他人からどう思われてるかっていうのはすごく気になるらしい。そして女の人は気にならないらしい。関係ない方が多いんだ。男性と女性をどっちも入れてない人もいるってことかな、この割合でこうなるってことは。いやこれ意外だな。でも俺はまあ男としては、まあマイノリティではないってことか。マイノリティってことだよな。マジョリティではない。ここが今夜の最終エリアだ。ここで終わりなんだ。今回短いですね。長く険しい壁が待ち構えている。はい。焦らず着実に一歩ずつ進んでいこう。もういきなりボス戦か。中間だからここは短かったのかもね。一発でいきますよ。赤ちゃん、怖い怖い。巨大な赤ちゃんってなんでこんな怖いんだろうな。毎晩毎晩別のトラウマというか、ちゃんと掴んで。ありがとう、りんちゃん。ありがとう。君だけが僕の味方だ。なかなかだ。
ゆっくりでいいんだよ、ゆっくりで。はい、で、あれ持ってないから取りに行きます。おー、わー、あぶねーあぶねー、よいしょ、よし、ゲット。あぶねー、あー、ここは大丈夫だったか。今のうちに。あれ、こっちはない。あ、やばいやばいやばいな、やばいな。来てるよー。あぶねあぶね、なんかもたもたしてるな俺。ちょっと邪魔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 。ここある？ダメー。あー、もう作ってよかったな。あー、作ってよこんな風に死ぬ。あぶねー、ここで、こんな積み方あんの？ちょっとやり直しました。もう完全に積んでいたので。強いかもしれません。え？そんなこと言わないで、まだいけるから俺。あぶねー、いてー、やられた。ここはこっちで降りて、でこれ作ってこれ作ってこれ作って、ちょっと場所足りねえぞこれで、落ちてもらってこうだこうだ、よし、あぶねえ、あーよかった、とりあえず中間行けたよ。よし、やっぱ難しいね、ボス戦しかなかったからな、ほぼこのステージ。よし、ゲット。めっちゃ登ってくる、枕もろって、よし、あぶねえ、あぶねえ、なんだあのスタミナドリンクみたいなやつ。よし、ゲット。僕はパパじゃないよ。どこ？よし、オッケー。2段上にジャンプする、お、強そうパパって言ってるな。違う違う違う、やめて、来ないで、やめてよして、僕は君のパパじゃないよ。どうしても困った時はアンドルすると良いかもしれません。この2段上に行けるって結構強いな。ピョンってジャンプしてくるってことかな。いや結構上遠いぞこれ。あぶねえ、あぶねえ、あぶなすぎた。こうしてこうして、こうして、こっち行って、あ、もう結構上近いか。あー、どっち登る。あぶねー、どこか分かりにくいよ。よいしょよいしょよいしょ、いいね、はい、オッケーオッケーオッケー。よいか、2段上ジャンプもあるぞ。どこどこどこ、危ない、よし、次は右だ。よし、もうちょっとだ。どこどこどこ、危ない、怖い。いや、俺にはこれがある、ピョーン、よっしゃー、いったー、ふー、難しかった。いや、これむずいぞこれ、中間でこの難易度だからな。赤ちゃん、パパ知ってる、どんな懐くな本当にね、子供ができてたらもう、それはもうね、しっかりもう全てを清算してね、子供が落ちて、よーしって、よし、
今夜も勝ちだ。まあでも死なずには済んだからね。今死んだら誰も幸せにはならないはならないからな。これ2段目ジャンプ2回、まだ2回使えんだね。めちゃくちゃ強くない？そのアイテム。ああ、これで第4階層尋問法廷は終わりだ。難しかったです。じゃあ改めてあんたの過去を審議しよう。過去？へえ、ここまで来たんだ。ちょっと見れるんだよな、ムービーが。なかなか興味深いね。こうなるとあんたという人間をより深く知りたくなってきたよ。まあ、せっかくだから、ある意味面白い人間だからな。人には見せられない思い出ってやつも掘り起こしてみようか。例えば、あんたたちに初めて愛が芽生えた日のこととかね。同窓会かい？同窓会じゃない？5年前だ。こんなうまいもん食えるなんて、同窓会で相談に乗って。若いね。5年でこんな変わるのかってぐらい若いね。いつも愚痴聞いてもらってる俺。あら、そっか。え、そろそろ帰らない。まだ8時だよ。私ってそんなに魅力ないかな。え、キャサリン。え、お、何か言うことは？すごく綺麗だ。おお、こんなね、大恋愛があったのになぜこんな状況になっちゃったんですか。嬉しいね。どうしてこうも違ってしまったんだろうね。ねえ、なんでこうなっちゃったんだろう。あんたはすでに持っているんじゃないか。龍馬くん、難しいこと言うね。まだまだだね。さあ、いるんじゃない横。なんか聞こえてたよ、チャイムの音。話って何？話？なんだ話って。なんで君は。そろそろバレそうで嫌なんだよな。飲みすぎなんじゃない？人のこと呼び出しといて勝手に忘れてるしさ。呼び出してる？嘘だろ。だって俺昨日、もう酒飲むのやめろお前。どうしたの？なんか変だよ。カレーティーみたいな着てるし。俺が？つうか俺なんで君との時間がよく思い出せねえんだろう。なんか肝心なとこが抜けてて。何かあるってことだな、これ。よく覚えてるけど。いや、あの、なんでだ。でもこの顔って、そのさあ、ピアノの音だ。まあもうピアノうっさいな。ほら、あのピアノはいい音で、でこの子がさ、この音を嫌がってるって結構重要じゃない？サキュバスっていうね、悪魔もいるぐらいですから。あっちは天使、こっちは悪魔みたいなね。ライフ少ないな。ねえ、あの長いの何？まさかキャサリンの髪の毛。どうする？いい加減正直に。いや、もうこの子には言っていなくなってもらった方がいいよ。打ち明けるとか無理だろ。よい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 、それ俺の毛なんだよね。無理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 。多分胸から生えてたんじゃないかな。どんな宝毛だよ。え、胸？マジに？あと、あれだ、長すぎる。だから白くて長い毛が生えるって聞いたことあるだろ。縁起がいいとか。伸ばしてたんだ。でもこれすんげー長いし。育てたんだよ。やっと自然に抜けたか。無理だな。な、自然に抜けないと縁起が悪いんだぜ。あんな生えてたら抜いちゃうけどな。そうなの。私以外に女がいる。わあ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 わ。なんで？だってもしそうだったら。うわあ。私ここで死ぬから。面のヘラ。死ぬとかそういう冗談やめてよ。これ昔10年前やってた時は面ヘラとかいう言葉なかったかも。ヤンデレとか。ヤンデレあったかな。どっちが好き？怖い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 。5秒だけ待ってあげる。ちゃんと答えなかったら殺すからね。殺すとか言うんじゃないよ。2、3、4。つか何ふざけんのやめなって。怖い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 。考えすぎなんだよ。わあ、言っちゃった。ついに言葉で言っちゃった。いや本当だって。いや、それ言ったらもうお前は完全なる加害者となっちゃう。助かったよ。
なんかこの顔って本当どの声にもさ、どのキャラクターの声にも合いそうだよな。こういうとこあってって、このキャサリンのさ声、金髪キャサリンのさ、マジで刃物出したりしないだろうな。なんかお姉さん系にも見えるっちゃ見えるもんね。関係、こうやって小悪魔にも見えるけど。今までのことは気にしないよ。何も聞かないでいてあげる。でもこれからは浮気したら怒っちゃうからね。そういう状況じゃないのよ、もう。あの、なんていうか、そういう状況。あ、アリ。このアリなんだっけな。アントマン来てんのか。このアリ覚えてないね。冒頭にもちらっといたよね、あの初めの一パート目にも。ほらもうなんか、ほらほら、なんか鳴ってますよ、なんか鳴ってますよ。音出なくていいでしょ。いや、ちょっと来てんじゃない、キャサリンが来てんじゃない。昨日の今日だからそら来るでしょ。うわー、ひーひー、見とうだいよアリ。はっ、ちょっと何なの、開けなさいよ。ちょっと待って。どうすんだ。誰？ひー、声聞こえてんじゃないの。来んじゃないよ、あっち行っときなさい。鍵開けちゃってさ、鍵勝手に開けられちゃって。聞こえてるだろその声。大家？家賃忘れたせいだな、金が絡むとな。無理無理、もう無理だよ、もう無理無理。めんどくさ。あ、トイレ借りるね。おお、事態がちょっと良くなってる。どうすんだ。ガンって開くよ。何グズグズしてんの。静かにしてください。は？会社の先輩来てんだよ。え、本当？だから今日はまずいっていうか、挨拶した方がいいかな。いや、ちゃんとしてるな。奥さん超機嫌悪いからさ、奥で寝てんだよ。そうなんだ、それじゃ。あれ、寝てんじゃん。はわ早く外に。ちょっと、おい、よくうまくいったなお前。本当ごめんな、あの悪臭から君を守らなきゃってさ。最悪なんだ先輩の、しかも飲んだ翌朝だし。お前すごいな。マジ間に合ってよかった。大して親しくもないのにさ、酔った勢いで強引に止めろって。見てんじゃないこれ、何この目線。仕方ないじゃない、職場の先輩じゃさ。てか仕事大変そうだったから、ちょっと心配で来てみただけ。ありがとう。仕事してる描写ないけどな、してんだろうけどさ。あ、これ。ああ、はい、ありがとう。じゃ帰る。ありがとう。まあ言ったって優しい人だからな。それとね、やっぱりできてたから。それ話そうと思って。マジっすか。つうか本題それか。そろそろ覚悟決めないとまずいよな。いや、まずい、まずいというか、もう決めろ。そっか、よかったよ、本当に。お、じゃあね。おー、怖い、ずっと怖い。そしてこの目線も、あー、ずっと怖い。この目線怖いよ。あら、最近越してきてさ、ほら、エリカんとこのバーでピアノ弾いてんだ。うん、エリカとは同級生だから、ね、じゃよくその姿で廊下に立ってんな。よくごまかしきったな、まあ、あっちのキャサリンには何もごまかせてないけどね。親に挨拶する日取りとか決めないとね。パーズ。もうちょっとできるかなこれ、うん、もうちょっと見ましょうか。セーブもできないからね、どこでもセーブできるわけじゃないもんねこのゲーム。すると子供の名前か。それは気が早いな。ちょっと気が早いかな。詳しいことは後でメールする。じゃあ忙しいから切る。まあでもこういうのはテキパキやってった方がいいんだろうけどさ。まあでも覚悟を決めるしかない。親に挨拶ってこのままどんどん外盛り埋まってくのか。目の下のクマが。5年も付き合ってたらな。うわ、え。でも見てたんでしょ。なんつう格好してんだ。喜ぶなお前。ま
こいつの理想の理想像のね女性ですから、このキャサリンは釘付けになっちまった。金髪キャサリン、覚悟を決めなきゃって時に何ムラムラしてんだ。てかお前いつも同じ服だな。こんなん見つかったらシャレになんねえぞ。削除、なんとかしねえとこの先考えるとこじゃ。いやもうこれはなんつうか金髪キャサリンを振る以外道はないのでは。なんだよこの子。確かに何なのかっていうところがね。そしてあのピアノを嫌がっていた。サンジじゃねえか。うせよ今のネタ分かった。ちなみに今のうせよ。いい髪を干せ。かわいそうだろうが。お前こそブスブスうるせっての集中できないだろうが。トイレ髪ないんだな。しかし怖い。ポーズ、ポーズ。さっきから何見てんだよ。おい見せろ見せろ。ダメよヴィンセント、こんな状況でそういうレベルの話じゃないよ。もうすでに何考えてんだ俺。そうやっぱもうこれ以上絶対ダメだ。やめろって返しとかねと。その画像を勝手に消すなよ。さてこれでバーかな。もうバー行くのもやめないのにな。お酒で忘れちゃってるっていうことがあるんだからさ。結局未だ二股続行中ってわけ。二股とか言うなよ。こいつと寿司屋行くの好きだな。けど妊娠確定ってんじゃ覚悟を決めるしかないな。そうこいつ一言と思いやがって。一言だろナビンセント。人生には常に新しさと刺激が必要なもんさ。ちょうどこの次々回ってくるサビの効いた握りみたいなさ。別に海外の回転寿司ってこんな感じなのかしら。決め方にもいろいろあるっつってんだよ。まあな。キャサリンだってんな調子のお前よりシングルマザーが幸せかもよ。適当言うなっつろ。んなこと彼女が望むかよ。そうね。んだどうしたいんだよ。頭の中では決めたの。プリンアラモード美味しそう。気持ちが追いつかねえんだよ。だったらなおさら気ぃつけろよ。まあちょっとバレたらもう事故じゃ済まねえぞ。覚悟決めろよって。パーズ。ちょっと待った。覚悟決めろよっていう感想もあるかもしれんけど、まあたこのみたった3日でちょっといろんなことが背負い込みすぎてるからね。まあそこはちょっとかわいそうだなとは思っちゃいますね。まあいろいろありますからねこのゲーム。そこも含めてちょっとかわいそうなとこはあるんだろうけど。なんだか増えてきたな。お隣のジジイまで行っちまうとは。警察の人かな。驚いたわ。けどあの人いろいろ派手好きだったから。ジジイまで死んだんだ。にしてもひどい死んだ。女性に恨まれてたってことですな。あれかしら最近ニュースでやってる。あんたも行くんじゃないの。とにかくなマグロを食え。貧血に効くらしいぜ。血が入ってるからな。いいんだろ赤身だから。店後で行くのか。ああ多分な。行くな行くな。俺今日パスだ。おクソ残業でな。けどまあ飲んで忘れるしかねえだろう。昼休みはあれなのか。昼休みに2人で会ってんだな。仲いいね。何の仕事してんだろうな。もうさすがに酒やめてさ、全てが記憶ある状態でさ、記憶消さないようにしてみろよ。聞かせてんじゃねえよ。ああ耳が腐る。ひどいこと言ってる。俺の席で相手しろ。すみません、今演奏の途中なので。あうわお前も俺に立てつくのか。お前こいつも羊になるんだろうな。俺に従って生きてりゃいいんだよ。とんでもない人がどう生きるべきかって。とんでもない男だな。あなたが決めることなんでしょうか。違いますよ。なんだお前は。どうせお前今日死ぬんだから。おい今日の夜ミイラになるんだから。何があったか知んねえけどさ、この子に当たるのは違うだろう。だいたいさ、自分好みに相手を従わせるなんて無茶だぜ。お前が何言ってんだって話だけどさ。その通りだな。何か変えるならまず自分が。お寝てるって聞いてねえのかよ。リンちゃんの前ではかっこいいんだよな。大丈夫だったかリン。はい、ありがとうございます。ああいうのは相手にするな。おにしてもあいつかっこいいなって思われてるな。時々すごいこと言うよな。違う角度から見てるっていうか悟ってるみたいな。そうですか。
ヴィンセントさんの方がすごいと思いますけど。そうかな。落ち込んでる人を勇気づけたり。僕はそうは思わないけど。どうしたか。どっちかってどうけなされてばっかだよな。でもそう言ってくれるリンには。いやこのある意味救われる存在。お、なんだ今の。ちょっと思い出してる。救われたっていうので。俺とっかてリンと夢の中で会ってるぞ。ダメだ。わかんねえ。そうそう、お前本当働いてんのか、ヴィンセント。また待ってますから、必ず来てくださいね。この子は覚えてる。ああ、ちゃんと明日も店には来るって。ツヤだな。どうすんだろうね。こんなやつ酒場に現れてさ、店はどうすんだろう。ほっとくのかな。とりあえず置いといて。いやー、おもろいね。おもろいゲームだ。あー、一人だ。たった一人です。あ、あの警察の人いる。会った人。あ、なんかいっぱい出てる。残業終わんね。悩むのはせいぜいマグロが効く程度にしとけよ。結婚も悪いことばっかじゃないぜ。好きなやつとずっと一緒ってのはいいもんだろ。俺は二度とごめんだけど。なんかあったんだな。離婚してるんですかね。ケーキ食べませんか。こんばんは。この前雑誌で評判のいいスイーツの店特集やってました。やろう一人で行くのも恥ずかしいのにドライブ兼ねて一緒に行ってもらえないですか。ああ、あれか。もちろん昨日話した夜景の綺麗な場所も案内しますよ。もしよければ空いてる日を教えてくださいな。あいつ間違ってんな。間違えました。さっきのメールはエリカさん宛てですから忘れてください。ちなみに今日はちょっと買うものあるんでそっち行けないです。ジョニー先輩行くと思うんで今日も説教されちゃってください。あ、エリカさんには俺が買うものあるとか内緒です。なるほどね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。キャサリンフルボディでございました。いや面白いですね。いやマジで修羅場が修羅場が修羅場してたね。本当にこんなに一気に修羅場になるかってぐらい修羅場になってましたね。まあ、いつかバレますね、このゲームにおいては。次回はさらに悪い状況になってしまうんでしょうか。もう本当に昼ドラ見てるようです。次回に続きます。